はい、ということで、まあ、オーロラのね、雫を前回取られて、で、レイチェルがティムの家に来たところからですね。うんうん。彼女ではないよ。そう、相談があるんよ。いいぞ、ソフィア。ティムの気持ちをしてやれ。じゃ、ピカチュウ。お母さんと妹さんか、いいな。相談の件なんだけど、そうね。違うの。ティムの家族と話してたら気持ちが軽くなってきてね。今日は大丈夫よ。いいんだ。僕たちがもらった勲章だね。名探としての活躍の証だな。これからも頑張ろうぜ。と言ってる。そうね。何が？そりゃ連れてきたことに決まってるだろう。勘違いしてない？たくさん食べてってもらって。夕食のことか。え、8人分多すぎじゃない？そうね。そうねって言っとるわ。え？夕食ができたわよ。それじゃあ私はそろそろ。あら、よかったら一緒に食べていかない？うん、そうしようよ。二人もこう言ってるし、どうかな。じゃあご一緒させてもらいます。やった！さあ召し上がれ。腕によりをかけて作ったのよ。おいしそう。いただきます。母さん自慢のマカロニチーズだよ。これがハリーの大好物のマカロニチーズか。おお、これはうまいな。でしょ。アイリン、大事な話があるんだ。何？別れてほしい。冗談でしょ？ティムとソフィアのことは頼んだ。突然何言ってるの？すまない。ハリー、理由があるんでしょ？ごめん、アイリー。ハリー。大丈夫？ピカチュウ、いきなり寝ちゃうんだもん、心配したよ。俺は眠ってたのか。え、ピカチュウ回復してきたみたいね。よかった。大丈夫かな。もう相談って今なら話せる。もういいの、遠慮しなくていいよ。どうでもよくなっちゃった。次の機会にするね。代わりと言ったらなんだけど、相談乗ってくれないかな。宝石に詳しい人はいないかな。奪われた宝石が特別なものらしい。情報が欲しいんだ。鉱物学科。なるほど。その教授の紹介できるよ。
お願い。明日の朝カフェでどう？了解、またね。どう？調子は。ああ、まあな。ピカチュウ。これって…ミュウツー。あなたたちに伝えたいことがあります。数日前、洞窟にいたところをポケモンたちに襲われました。あ、ニュースで見ました。彼らは何度倒しても何も感じていないようでした。まさか、アルカ？いいえ、意志を持たずに操られているようでした。それとハリーも。ハリー？あの光は昼間のウと同じ。二つの事件はつながっている。おそらく間違いないな。オーロラの雫を追うことが謎を解く鍵になりそうだ。うん、そこから追いかけよう。オーロラの雫を奪ったウ、ミュウツーを襲ったスピア、どちらも光る機械が体につけられていた。そしてミュウツーのハリーという言葉。オーロラの雫を調べることで父さんに近づくことができるかもしれない。おう、さて今日は雫について調べるんだよな。そう、レイチェルが大学教授の紹介してくれるって話だ。カフェってことはまだちょっと時間はあるな。せっかく家族が来てくれるんだから挨拶ぐらいするんだぞ。分かってるよピカチュウ。あ、お、新聞が届いてるな。あら、あなた新聞撮ってんのね。うん、日刊誌だよ。うちにいたところは新聞なんて読んでなかったのに、どうしたの？まあ、大学生だし読もうかなと思って。おっとな、ティムのやつ何をかっこつけてるんだか。新聞を取るようにってのは俺だぞ。探偵たるもの情報収集は欠かせないからな。こんなに大きな町なんだもの、毎日いろいろあるでしょ。新聞でこまめにチェックしておくといいわよ。いいこと言うじゃないか。ほう、それじゃ早速記事を見てみようぜ。宝石はどこに？深まる事件の謎。うん、ほう、まあそうだよね、取られてるからね。これサブ系のやつだね。クロスワード。うん、チョロ猫か。あ、これもあれか、サブ系のやつか。なるほどね。見るか。え？ヨーテリーが助けた。ヨーテリーがおばあちゃんを救ってくれたのか。へえ。サッカー少年勝った？ラビフットだっけ？これからやるのね。なんだ、普
通のリンゴだが見分けるのは難しいよな。そうね。一つ事件が起こると頭の中はそればっかり。ハリーと同じね。あったらあんたに連絡しますよ。ちゃん、ん？そのピカチュウってなんだか変わってるよね。変わってる？そうよね。コーヒーを飲むピカチュウなんて珍しいかも。お？なかなかの観察力だな。うんうん。面白いピカチュウだね。可愛いではなく面白いとは。感性が独特な子なのか。さあ行こう。うん。はいはい、いつもの深掘りね。深入りだっけ？深掘りだ。ふん。レイチェルとはカフェの前で待ち合わせで間違いないんだな。話は聞いて、レイチェル。パパ、どうして分かってくれないのよ。ポケモンは管理すべきものじゃない。悪事に利用する人間の方が問題よ。レイチェル、何度言われても私の考えは変わらない。分からずや。なんかあったの？まあ中入ろうか。あのポケモン有効法案の話だよ。テレビのニュースでやってたな。ポケモンのための法案とか。中身を見たんだけど、ポケモンたちを管理するためって有効法案なんて名前ばっかりだった。ポケモンの自由を奪うなんて変わってしまった。お父さんの法案にレイチェル反対なんだね。ポケモンは自由にするべきだよ。それを管理するなんて。ある事件だってポケモンは被害者で悪いのは人間だったじゃない。ごめん、こんな話をするなんて集まったんじゃないよね。相談ってこれだったんだね。誰かに話を聞いてほしくて。で、こうやって話ができてよかった。聞き役になれたのはよかったけど、もう大丈夫なの？大丈夫。宝石の話だよね。うん、大学の教授の紹介してくるって。ゴードン教授、古代文明の鉱物の環境を研究してる。あの人なら多分あの宝石が分かるはずだよ。南の遺跡？南の遺跡というと、ここからとかなりの距離があるな。フィールドワークにはつきもんだよ。一度調査に行くと帰ってこないの。もうしばらく帰ってこない系か、これ。あ、ゴードン教授の授業受けてるんだ。おいおい、遊びじゃないんだぞ。なるほどね。あれ？雪が降ってる。おいおい、どうなってるんだ？えらく寒いぞ。それもこの辺りだけ。
ひとまず教授に会って話を聞こう。何かわかるかもしれない。この丘を登る敵だから教授はそこにいるはずだよ。丘を登った先か。行くぞティム。行くぞ。木狼だ。なんだっけ、デンジムシみたいなやつ。デンジ。伸び縮みジジジ。デン。変わった形のポケモンだ。お？化石コレクター。いやこんにちは。はい。何してるんですか？私は化石コレクター。世界中の化石を集めているんだ。パートナーのジグザグマだ。ザグ。震えてる？ジザ。化石ですか。なんでここにいるんですか？この遺跡がどんなに素晴らしい場所か知らないのかね。この遺跡周辺に多くの化石が眠っている。私はその調査に来たのだ。古代文明だけでなく化石まであるとはロマンのある話じゃないか。最近の研究ではこの遺跡が建てられた時期に隕石が降ってきたことも明らかになったんだ。ロマンあふれる場所なんだよ。貴重な化石が手に入るといいですね。ありがとう。この奥に何かがある化石かもしれないんだ。ちょっと僕たちでは。なるほどね。これでいいんじゃない。こわもてしとぶつ。なかなか見ないな。元気がないようだ。食料を集めるために来たが、相棒のリングマン。なるほど。遺跡の中にリングマンがいるかもしれないんだな。そうだね。冬眠ってこと？あの人は？ん？こんなところで何をしてるんだい？クリス・オナー、ゴードンの助手。クリスさん、レイチェルです。学生さんだったのか。こんなところまで来て何の用だい。ゴードン教授に用があって。困ったな。いつものことなんだよ。教授は遺跡の研究に熱中してるんだ。ヤドンを連れて。分かんなくなっちゃったの？ちょっと心配だな。ティム君ってあの名探偵の？教室でやるのことは頼むよ。オッケー、調べるぞ。このスイッチでしょ。床の模様。気になるね。え？なんか書いてあるよ。扉のレリーフ。オッケー。
僕たちなりの。なるほど。うん、うん、様子について、あのうろついてた。カレーをこの場所でカレー作って見てないのやばくない？あのクリスさん、木の実があるね。木の実ある。うん。バコの実。あ。車湯。くるまれて安心感。わたがしら、わたしらが。投げつけ猿。キャーキャッサー。昼寝中に騒がしくするなって、たまらん。投げキャッサー。遺跡について。見かけない教授について。持ち上がらなくて次は横にある木を登り始めた。どういうこと？さてと、一丁登ってみるか。やっと着いたぜ。何かあった？ちょっとは休ませろよ。ポケモン使いが荒いな。こいつは下にあった模様と同じだな。降りたの？同じような模様。床の模様だ、うん、ほう。ピカチュウを持ってさ、ああ、ヤドンについて。お、ゴンゴン。お、何かを食べていた。どういうこと？気づいたらいなくなっていた。木の上のポケモン。ゴベ。左のある道に行けって言った。さっきのあれじゃないの？ゲッサ。おう。昔から群れで住んでる。
あら。うん。これ。ティム、ティム。ピカッと。あ、いや、すまん。間違えた。ひらめきそうでひらめかない。なんで呼んだ？考えよう。タルさん。おきゃ。ゴードン教授見たか。お。火を起こして。面倒な準備して小さな火しか起こせないから笑っちまったな。お。なるほどね。最近降ったのか雪は。よし、推理しようぜ。うん。これだろうな。あ。よし、二人出すぞ。今またポケモン博士いたね。へえ、また登るのか。ピカチュウ、そっちを頼むよ。おう、任せろ。やった！ふん。これで中に入れるぞ。